はい、パワープロ大会第21回ですね。やっていこう。近本が絶不調なんで、どうしようか。俊足警戒から、あれもセーフティーにバントもできない。うん、でも糸原がその代わり絶好調ですね。ここ打ちたいな。あかん、ちょっとね、落とすぎた。さあ糸井、糸井をミートしてもまだまだ使えますね。いやー、いいスプリット。さっきの結構いいところ投げてくるな。危ない、危ない、ボールダメだったね。よし、しっかり見る。フォアボールでもいいぞ。いやー、いい球あれは打てんわ。さあこっちの先発秋山、こっちもしっかりコースついていこう。いやー、マジか。いやー、結構いいとこ投げたけどね。ここはファウルやろ。あそこ投げたファウルやからね。しっかり一回牽制入れて、はい、ナックルカーブ。ここはもうバントはいいわ、仕方ない。ここからね、ここでアルモンテに打たれないようにしないと。オッケー、はい、オッケー。あれ、走ってこないね。はい、オッケー、走ってくれてよかったわ。ラッキーラッキー。さあ大山、ここ打ちたいな。いや、下手すぎ、相変わらず。全然練習してないからね。さすがにちょっと練習しないといけないって毎回言って気がするわ。あれ打てたな。いや、さっきの打てたわ。ちょっと夏ぐらいと比べたら多分めっちゃ下手になってるな。そこは見る。スプリットは基本を見逃すわ。いや、あそこ打て、あれ、あそこ打たなあかんわ。いや、いい球、打て打て。まあ最悪同点ぐらいの気持ちでいかんとね。うん、ナイスピッチが全然できへんわ。はい、オッケー。さあゲッツーコース、オッケーオッケー。結構引っかかってくれるね。低め、ボール気味にカットボール、ナイスピッチで。うん、無理か。でも振ってくれた、オッケー。よしよしよし、まああんま打てそうないから、とりあえずピッチング集中しようか。でも打てそうな球もあんだけどね、さっきから。いやあかん。さっきみたいな打てそうな球をしっかり打てないと勝てんな、これは。いや、スプリット来そう、これは。やっぱり来るけど打っちゃう。うん、インコース高め好きやな。うん、ここは見る。スプリットも来るかな。いや、あれも入る全力ストレートのナイスピッチ。ここやろ、ここはなかなか打てん。これはオッケー、危ない。ちょっと俺もここにナイスピッチ決めたいけど、さっきから打てんわ。めっちゃ下手になってるわ。さあまず外側にタックルカーブ。うん、しっかりボール球決めていこう。
オッケー、よしよしよし、気をつけてさえいれば多分打たれないね。さあインコース打ちたい、ほら、いやちょっとずれたな、そこはボール、ちょっと頑張ってみるか一回頑張ちすぎたら逆に打てないか。OK、 まずはヒット、ここ大事にしたいな。なんとか塁進めたい、ヒットエンドランでいくか。うん、よし OK、 ナイスヒット。さあここで大山打ちたいな、ここここの4番、いやーカーブあーかんこれはゲッツーはいける、よしよしよし。さあここどうしようか、いやワンアウトやったらスクイズいけるけどね。オッケー、さすがチャンスです。ここはね、逃しませんよ。いやーあれはよく打った、自画自賛のプレイですね、あれは。オッケーオッケー、ここはちょっとオッケー、しっかり打っていく、よし、いい流れ来てるね。さあ梅野、まあここは走る、いったんだろう、オッケー、まあこの間に点取ります、4点よし、もうここで5点取ってもらえた、もう一気に5点4点取った、こんな取れると思わなかった。ああこれはさすがに、ああなんかミスしてくれたわ、はい、あそこで2点取られたらやる気なくなっちゃう、やる気がなくなっちゃうよね。よしよしよし、ここで5点もらったから、スアレス、スアレス残ってくれてありがとう、なんで大事に使います、スアレスを、はい、いや阪神はねちょっとスアレスが残ったことがマジででかい、はいはい、ナイス、あーこれはちょっと甘いね、もうちょっと外側いかなかも、低め、ここを見るか、わびっくりするわ。さあどうしよう、はいはいはい、勝ちました来ると思ったわ、ホームスチール、よしよしよし、いやーマジコールド勝ちできると思うかったわ、初戦ちょっと今週頑張ろうか、はい、ナイスサンズ、しっかりチャンス制で打てたね、はい、じゃあ今回これで終わります。